うん、少しばかりよろしくないな、この風習は。勘違いするな、悪いとは言っていない。言っていないし、文化を否定するつもりもないが、なんというか、これはな、私が思う定宿という概念とは、こう相反するところにあるような、そんな気がするのだ。いや、一途なのはいい。時には具体的な行動で愛情を示すことも重要だろう。だが、あまりにも気軽に我が身を差し出すがごとくポイポイとチョコを配るのはどうかという話だ。風紀の乱れにつながる可能性もあるので、取り締まるべきではないかと。先ほどセーラー服を着たライコー殿と話していたところでもあった。ところでマスター、少し同行してほしいところがある。いささか過酷なミッションとなるかもしれないが、そのもし暇ならばしばらく時間をもらいたくだな。そうか、それはよかった、本当によかった。では行こう、旅支度はしっかりとな。シミュレーションとはいえ、砂漠の旅は過酷だ。決して甘く見てはならない。常に自身の生命維持を第一に考えて動くことだ。それにしても、いいラクダのデータがレンタルできて助かった。獣耳の商人にはそれなりの額を払うことになったが、必要経費というものだ。しかしこれはデータであると同時に生き物でもある。一応注意点を伝えておこう。まずラクダは馬と違い、同じ側の前足と後ろ足を同時に出して歩く。上下ではなく左右に揺れるから、慣れないと酔いやすいかもしれない。そうだ、暴走を始めた時の対処法も教えておくべきだな。いいか、これも馬とは違う。手綱を引っ張ればいいというものではない。可能なら円を描くように走らせ、疲れて止まるのを待つのが安全だろう。うむ、まあ実際は私がいる。何があろうとお前を砂漠の迷子にする気はない。存分に頼れ。それでは進むとしよう。布があればそれで鼻と口を覆え、湿らせることができればなおよしだ。しかし何、お前はついていると思ってな。快適なだけの砂漠の旅というのはありえ、逆に言えばこれが砂漠の旅の醍醐味とも言える。存分に味わうがいい。私も味わっている。さあ少しずつ進むぞ。はぐれないように注意しろ。よし、到着だ。存分に涼んでくれ。どうだ、そうだろう、そうだろう、オアシスは最高だ。私のパルミラもオアシスの国だからな。だから栄えたとも言える。過酷な環境の中だからこそ与えられる憩いに
人はより安らぎを覚えるのだろう。まあだから、うん、正直に言って今までの旅の理由は私のわがままだ。単に砂漠の旅をして昔を懐かしみたくなっただけだ。それに付き合ってくれたマスターには当然褒美があって叱るべきだろう。というわけで、実はここに甘味を冷やしておいたんだ。その食べてくれるとありがたい。中にはデーツが入っている。私の好物ナツメヤシの実だ。それをチョコでコーティングしたのだから、甘い&甘いで最強だぞ。旅で疲れた体には糖分が効く。チョコに暑さは大敵だというが、だからこそあえて過酷な暑さの後にこうやって冷やしたチョコを繰り出すことで価値が高まるのではないかと思ったのだ。そう、つまりはそういうことだ。これは単に褒美を渡しただけ。定宿違反などではない。私は夫も子も痛みだし、いやだが、先立たれた者が新しいヨルベを見つけるというのは、それも別に宗教や考え方によっては定宿違反ではないのかもしれない。なんでもない。とにかく私は強く正しい私でありたい。理想の私でありたい。そのためにここにいる。この行動もきっとこうするのが理想の私だからだ。行為自体の意味ははっきり分かっているわけではないが、逆説的にそうに決まっている。どうしてもこうしたかったというのは、つまりそういうことだろう。うん、私はこんなことを今後も続けると思う。だから、なんというかな、途中に過酷なものがあったとしても、その先に幸福なオアシスが待つことは保証しよう。これからも私が理想の私に近づくところを見ていてくれ。私がお前に願うことはそれだけだよ、マスター。